中心から何かを感じる。何かって何さ。こんなのどうしようっつんだよ。こうやって起きればいいか。おい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 。負けはしねえけど、そんなだってこの程度の弾幕だったら。あの目の中心に向かって弾打ちゃいいんだな。やってやるよ。ただ黒玉は勘弁なんだぜ。まあ最近うわ最近槍でもいいけどね。キョロキョロすんじゃねえ。触手は魔物、触手は魔法弾くのね。オッケーオッケー。結局 目玉に対して弾を打ち込めば。いやー、なんという素早さだ。エミール回復してくれ。大丈夫か。無茶するな、エミール。無茶してでもいいから俺を回復してくれ。すごい勢いで回復してくれ。次は基本的にはもう弾幕攻撃をしてくるだけ。何休憩してるんだよ。俺もだけど。ちょっと魔物を出すなよ。何生み出してんだよ。ああでも村人がたくさんいるのか、魔物の中に。それを何、口の中に入れたものを魔物化して吐き出す魔物製造機。いやだ。永久期間じゃん。永久ではないか。人間にも限りはある。邪魔だ。くっそ。弾は撃っては来ないんだな。じゃあこの間に回復できるやん。くっそ。第8の読めねえ。これ何、石材かな。アーマーブレイク。まあ、捕まらない。なんだ。魔物を、無視しろってこと？無視して、本体を攻撃しろって言ってんのか。いいよ。いいよ。魔物なんかいいよ。完全に無視して、俺、これを弾を永久に撃ち続ける機械になってやろうか、俺が。ね、現状、あの魔物は、多分生き物というか、生体エネルギーがあるようなので、HP 吸収がはかどっているので、ね、これをやっていれば、問題はないでしょう。レベル8でようやく回復、回復してるなっていう感じだもんね。レベル7だっけ？これ魔法攻撃力さ、ねえ、今 15% だっけ？ 15% か 20% かの、ね、ワードも持ってるんで、それと、ね、少しでもこう併用できるといいんですけどね。レベル8か。多分魔法攻撃力が 15% だったら もっと効率的なダメージを与えられるんじゃねえ。レベルなんでさ、攻撃力がレベル 8？ あ、攻撃力はパーセント表示なのに、その回復量っていうのはレベル表記なんですか。別に与えたダメージの何パーセントとかでもいいわけじゃないですか。くっそ、当てらんねえな。当たってる？当たってた。ダメだ。よし、いけるいける。やったか。ダメか。さすがに慈愛と腐敗の悪魔。回復体術 MP 回復量アップ。今回復してもな、しょうがないっちゃしょうがないんだよな。でこれあれだな、危ねえんで敵。これある程度ね、多分ダメージっていうか数減らしてあげた方がいいですね。たくさんいると、ね、こちらが被弾する可能性が高くなるの で1体残しはダメですね。1体残しだと危ないので、適当にやれるくらいの
ところで戦ってあげるといいかもしれない。少しずつね、削れる感じにしてあげるといいかな。それにしたって全然だな。槍の方がいいか。槍、よし、槍はね全然ダメでしたね。でも弾強えな。槍貫通しなかったんですよね、触手を。弾いちゃうっていうから。何かって何？危ない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 。追ってくんな、追ってくんな。何的確に追ってきてんだよ。僕がこいつを釘付けにします。はい、ありがとうございます。当たってる？当たってる？高い場所っすか？エミール、おエミール、ここは僕が食い止めます。今なら あいつを後ろから狙うことができるはずです。回り込んで倒してください。お願いします。どこはエミールに任せて、奴の後ろに回り込むぞ。ああ、喜んで。ここに来てエミールまで失うわけにはいかん。後ろってどこだ？もっと上か。カイネは不死身なんだか、下からでは狙えん、もっと近づくのだ。虚弱なんだかわかんねえな。人たちで倒れるもんなのか。慎重に奴の目を狙え。まだですか？もうちょっと待ってくれ。これか。あー垂直、垂直ジャンプか。苦手だな、防御しろって。それも大事かもしれん。あ、てかさ、飛ばなきゃいけない、これ。弾けんだから。あ、いて。あなた、まあ、垂直でもいいんだけど。よし、当たってるね。OKOKOK。そう、垂直でいこう、垂直で。で、ダメージは取れてるんで、このまま行きましょう。よし、いいぞ。あれ、ドラゴンドラグーンの、新宿ステージよりは簡単だな。弾消しちゃいんだもん。で、赤玉は適当に打ち消して、黒玉は垂直で避けて。奴は奥に逃げた。どこ？少し休んだらそちらに向かいます。わかった。エミ、あまり無理をするな。心配だぜエミール。結局ね、この魔物をぶっ飛ばすってことは、ね、中の人たち村人もぶち殺すってことだから、ね、アルクも多分大丈夫だろうけど、カイネとかエミールはちょっと優しいからね。あれだけの攻撃でまだ動けるのか。破壊した奴の生命力はとどむという。死ぬまで殴るしかないってことだ。君が死ぬまで殴るのをやめない。また魔物か。魔物攻撃だったら大丈夫さ。ほっとけ。魔物は放っておけ。しておけ。ちなみにこれ、この魔物いくら倒しても EXP 増えませんので、無駄です。ここで稼ごうなんて不足な考えは通用しませんでした。いけませんね。ゲーブッドエレーザーはやめろ。あー、くそ、魔物だからって味方っていう意識はないのか。じゃあまとめて死んでもらおう。構えしない。よし、回復はしてるね。俺は回復している。
魔物は邪魔だ。何体か死ね。また逃がすか。うーわ、危ない危ない。普通の弾でいいのか。普通の弾で良さそうだな。よし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 、これだったらまあ大丈夫そうか。エミールは僕と一緒にじゃなかったけどな、正直。これ当たらね、当たってんじゃんこれ。大丈夫大丈夫、危ない危ない。そろそろこのくらいで勘弁してみようか。危ない、俺が死ぬからな。わかったわかった、やってやるよ、どけ魔物。とにかくこの村からは出よう。そうだ、 R 君はもうちょっと覚悟完了しちゃってるよね。どちらかというとエミールが一番心配だよね。一番優しいっていうか、なんだろうね、犠牲を伴うことにまだ割り切れてない。怖い。もう、あ、そっか、この子顔くるくる回るんだ。便利だな。
カイネはわりかしもう諦めてるっていうか、ちょっとアール君とはね別方向で割り切ってる。ちょっとごめんね、角度が悪いしね。ね、別方向で人を信用してるのはこんな村の一つや二つぐらいにしか思ってないかもしれないけど、でもここ出身だったらね、もしばあちゃんが愛した村だったらと思うとどうかな。あんまりね、いやカイネは強いから大丈夫でしょみたいな風には言いたくないんですよね。いやー時間全然わかんねえ、わかんねえし困るし、ただね面白いんだよこのゲーム。戦闘はきついんだけど、戦闘はただただきついんだけど、話がね面白くてさ困ってるんですよね。なかなかやめ時というか切り上げ時、まあ、戦闘が長いっていうのはね、録画のね区切りがなかなかつけられないっていうのはあるんだけど、それにしてもね話が面白いですよね。あ、これ言ったか覚えてないんだけど、少年期の最後の方がね結構かけ、まあ最後の方だけじゃないんだけど、割と駆け足っぽい。これもねお兄ちゃんのねヨナの顔見に来ただけって。ん？ああ。魔王のところに、ヨナのところに行けるのか。鍵ね。しかり、絶対に取り戻してみせる。もちろんさ。じゃあ帰ろうか。すごいね、なんか。お話のテンポってすごい早いですよね。あのもっとの、まあ、濃厚に やってほしいっていう気持ちもあるんだけど、長々しすぎるとそれこそね見る映画みたいな、やる映画とか。はい、ポポルさんとこに行く。 OK、 ポポルはポポルさん付けなんですねガール君主体の指示なんでしょうね。なのでまあこれぐらいがちょうどいいのかな。これあれかな、コミックとか、小説とかあるのかな、そういうところでまあ保管していくタイプでも全然いいというか、まあノベライズっていうのかな、そっちの方がまあ儲けとか汚い話になってくると、ね、それでもいいかもしれないし、だから俺はそこまでやれないんですけどね。まあガチ勢の方は結構勝手に黒い模様が出る、真っ黒お化けになる、気持ち悪い、黒門病と魔物になることって違うんですかね。誰も何にもさ言わないんだけど、特にそれにしてもこうも都合よく鍵が集まるとはな、まるで誰かに集めさせられているような。シロは考えすぎだ。しかし罠だとしても、そこにヨナがいるのなら俺は行く。そうか、俺も行くぞ。だって都合よく集まりすぎてたって5年だぜ。5年経ってようやく掴んだね情報というか、それこそ本当に鍵だよね。ヨナに続く鍵なんだから、それを都合よくっては確かに言い過ぎなんじゃないか。5年だぞ人間の5年はな。お、あ、こっち向いてる。あ、視線がデポロさんもいる。行くのか。村は噂で持ちきりよ。あなたがヨナを取り戻しに行くって。いや、行くのかってそのためにやってんだから。本当に行ってしまうのね。必ずヨナを連れて戻ってきます。あの。何？何でもない。ポポルは心配性だからな。ご兄弟だったりするのかな。名前ね似てるような気もするんだけど。じゃあ気をつけて。ああ。くれぐれも気をつけてね。ありがとう。本当に気をつけて。うん、気をつけてな。そうだな、気をつけて危険を冒していくと。なんだか言ってることはめちゃくちゃだけど。おお、オブジェ、お、全部集まった。嬉しい嬉しい。じゃあ下段技見ようか。ロボット山にいた面倒な機械だ。こうして見ると可愛いものなのだが、罪プラ崩さねえとな。いっぱいあるんですよ。獣の人形だ。よくできているが、で、これ何だったの。これは
崖の村で見た魔物の集合体。なんでこんなものが、なんでなんですかね。ん、なぜ倒した魔物たちの人形がこんなところに並んでいるのだろうか。さあ、本物の魔物じゃないんだ、どうでもいいよ。まったくだ。じゃあ早速魔王の城に向かいたいところなんですけれども、まあ、時間ちょっとどうなってるのかわかんないけど、俺はこの秀邦をねちょっと強化しようと思います。余裕はねありそうなんですけれどもね、この余裕いつぶち壊れるかわからないし、あの、あ、いいよ、喋っていい。こう魔王の城って どこなの。船で行くみたいだから、あれか、あのやっぱり石の神殿の奥に行けばいいのかな。大きな歯車をちょっとね、取って一段階だけ強化して、で向かおうと思います。でそれはねもうがっつりカットします。もちろんレベルは上がるかな、あの経験値アップじゃなくてドロップ率アップをつけるので、おそらく経験値は、まあ、241,360体ないし、まあ、その半分の機械をぶち壊す勢いではやりますので、まあ、どうなるかわかんないですけど、まあ、レベル上がったら上がったで、まあ、別にご報告というかしなくてもまあいいかなと思うんですけどね。このゲーム別に俺のレベルが上がったからといって何技が増えるとかではないんでね、このワードが何でもらえるかっていうシステム俺知らないんで、そこ調べりゃいいのに。あの大きなカットだ。一応ワードはね、見ておきましょうか。命運が尽きる、防御力は 8% だけど魔法武器に、弱体化っていうのがつくんですね。弱体化って何ですかね。アークザラットだと弱体化つきますけどね、めっちゃ弱体化は強いですよ。ウィークエネミーっていうね超強烈な弱体化魔法があったんで、回復勇者、俺はあれ彼をね回復勇者とは認めない。あ、回復勇者といえば今更なんですけど、R のねファンアートイラストを書いてくださって、アークタラトもベースで R を書いていただいて、今ツイッターとかのアイコンとかにさせていただいてるんですけれども、いやー嬉しい、超嬉しい。あ、これあれだな、 YouTube とかのどっかバナーとかなんか置けるところに全部置きたいんだよな。ありがとうございます。なんかこんな足早で申し訳ないんですけれども、本当に嬉しくて、すごい、R の動画見てないとわからないようなこう武器とか、まあ、小ネタとか、髪型ってあれ何で見たんだろう、写真とかたまに髪型上げてんのを参考にしてくれたのか、なんだかわかんないんですけど、それっぽくね、書いていただいて、すごい嬉しかったんですよ。本当に本当にありがとうございます。で、ちなみに強化できる弟くんは、あ、いらっしゃいますね。じゃちょっと、一段階強化してきます。ん？ あ、ロボット山で変わったことはないか。あ？ロボット山の地上2階が魔物たちに占領されちゃっただけですよ。それがどうかしたんですか？さらっと言ってるけど、それは重大な問題じゃないのか。もともと2階に潜る人なんてまれだしね。新しい武器の素材が集めにくいのは少々面倒だけどね。クエストを受けますか？いや、いいです。あ、ダメだ。とりあえず嫌でも受けないと。魔物の軍隊、武器の素材が調達しにくいのは俺も困る。俺が退治しに行こう。あ、今2階には行けないよ。なんで？魔物たちがエレベーターの設備を壊しちゃったみたいでさ、1階の施設のパーツを交換しないと。そのパーツは作れるのか？壊れたバッテリーが5個、壊れたモーターが5個作れるよ。わかった、素材を取ってきたら作ってくれ。で、俺持ってんの？集めて、持っているんだな、これが。ロボットどもがまたたくさん壊れた。では早速作成しますね。完成しました。これを1階の最深部にあるエレベーターで使ってください。あー、エレベーターの最深部なのか。ついでにロボットどもたくさん壊してきてくださいよ。あ、あいつらを全部ぶっ壊すんだ。ところで、まあそれに関してはね、置いとくにしろ、まあクエストやるかどうかはちょっとわからないですけど、お金は足りてないですね。ただ、あ、銀行必要だったんですね。
早期歯車また来てくださいねいやー狂っちまってんな。まあいいか。おい、一応ね地上2階のエレベーター最深部といっても近かったんでこちら来ているんですけれども、あ、まあまあ魔王の城に向かうだから何か機械どもの次は魔王の城。ちょ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 、呪いでもかかっているのか。何でもいいさ、魔物を殺せるんだったら何でも。次が来るぞ。次か次か、気持ちいいことだ。あれ、機械に占領されたんじゃなくて魔物に占領されたって言ってたっけ。ああ、じゃあこれ俺やる必要ねえな。まあ来ちゃったから やっていくか。レベルも1ぐらい上がりそうかな。確かそんなにね、広くなかったんですよね、ここ。なんかでかい魔物が出てきて終わりかな。多分ね、2階ってこれだけなんですよ。なんかその傘かぶってるのがちょっと可愛らしいんですけど、まあ、これを見る限りね、余裕はありそう。あ、ノコギリ。ちゃんとアイテムはドロップする。あ、まあ今ドロップ率 25% になってるんで、あーなんかちょっとすごそうなのが出てきちゃった。いや、ゴロンズクが出るいるんだけど、パンチで分からせない。危ないんだよパンチ。いや強いよ。いや強くなった、本当にあるか、本当に強くなった。気をつける。おお、違うぞ。気をつけるも嘘もあるか。入れ刻むだけだ。そうだ、殴り倒すだけだ。だから薬草はくれ、死んじまう。強えよでこれやってる間レベル25おめでとう。でパンチしてる。やったか。なんとか倒したな。しかし魔物同士で連携して襲ってくるなんて。魔物も知恵をつけ進化している。甘く見ると痛い目に遭うということだな。魔物ってさ、飯食わなくて生きていけるのかな。お腹すくと思うんだけど。魔物はお腹すかないんだったら、もし俺も魔物の方がいいの。食わないでいいなら楽だからな。ほい、比較的早く、歯車を手に入れることができました。俺が思っていたよりは早かったです。レベルがね1上がって、上がったよね多分。次が39000、なんか俺ね11000とか言ってたんで多分上がったんでしょう。よ、2階の魔物を倒してきたよ。ありがとうございます。これでまた ロボットとも倒す武器が作れる。君は魔物が憎くないのか。お兄さんの敵じゃないのか。兄の敵はロボットですよ。もう魔物なんか興味ありませんね。そうさ、憎いのはロボットともさ機械どもを全部ぶっ壊してやるんだ。そうだよね、そうだよね兄さん。この者の意識はロボットだけに向けられているようだ。おお、金と魔物の軍隊。魔物はどうでもいいんだね。いらっしゃいませ。まあでもそれでも元気で、元気って言い方あれなのかもしれないけど、やれてるならいいんじゃねえかと思うんだけど。まあただちょっとごめんね、バイクうるさくて。じゃあ強化行いますね。レベルが、ああ攻撃力すんげえ上がるじゃん。で魔力も、お、上がる。重くはなるけど、まあ別にだよね。錆びた包丁とネックレス、ああ全然わかんないですね。一応コミュニケーションはね取れるしから、そんなになんだろう、危惧するほどじゃないかもしれないけど、まあ、そのうち機械と相打ちとかに、ね、無理してね、一瞬の油断が命取りになりそうな感じはしますけど、まあそれはそれで彼のね選んだ人生だから、あまり悪くは言いたくないですよね。髪飾りを
つけてるからかな、なんかねこの左側のね髪の毛がちょっと下ろしたのかなって、下ろす量が増えた永久に言ってるからね俺、分かんないと